とりあえずじじってみた。はい、皆さんこんにちは。ビデオガーナレことビデオブロガーナレです。今日は2013年8月26日月曜日。そしてこのチャンネルはここ最近僕が気になっているニュースということを皆さんに勝手に紹介していくものです。今日のとりあえずじじってみる前に、先週の土曜日にあったブロガーサミット2013でアリさーんって声をかけてくれた方、本当にありがとうございました。まだ先週の土曜日のブロガーサミット2013の様子を見ていないよーっていう人はリンクは下に寄せておきました。ただブロガーサミット2013の内容はあんまりブログしていないです。どっちかって言ったら僕の一日の様子とかになっちゃってるので、まあ、イベントの内容自体を知りたい人はググってください。ブロガーサミット2013っていう風にググると、いろんなブロガーの人たちがその時の様子を多分書いていますので、ググってください。ということで、早速今日のとりあえずじじってみに行きましょう。まさじは先週皆さんに話しておきたかったんですけど、映画に関する話で、ウォッチドックス。実はあのゲーム、なんと映画化されることになりました。まだゲーム出していないのに。UBI ソフトが今回映画制作のために組んだところは、ソニーコンピューターエンターテイメント。あとはニューリージェンシーというところの2つです。ウォッチドックスはまだ発売していないゲームなんですけど、発売前にもかかわらず、かなり人気のゲームなんです。ウォッチドックスはもともとかなり映像が綺麗なので、まあこれは映画化しても全然問題ないですよ。あとストーリーもね、映画っぽいし。他には UBI ソフトとソニーはアサシンクリードの映画版も作ろうとしているみたいです。今のところ小説とかアニメっていうのを実写化するのはかなり人気になってるんですけど、これから先はゲームを実写化するっていうのも来そうですよね。とりあえずウォッチロックスが映画化されることは決定したんですけど、じゃあ主人公は誰がやるのとかっていうのはまだ全然決まっていない状態です。ウォッチロックスの主人公は誰がいいんですかね。あのね、だって基本的にこういう風に隠してるから、誰になるんですかね。主人公は誰がやるのっていう話で言えばバットマンですよね。前回皆さんに話した時はスーパーマンとバットマンのコラボ映画、じゃあ一体誰がバットマンをやるのっていうのは決まっていないっていう風に言いましたよね。バットマンの役を演じる有力候補はたくさんいたんですけど、なぜかこのタイミングでベン・アフレックがバットマン役に決定しました。ちょっとね、個人的にはなぜベン・アフレックがバットマンやるのっていう風に思っちゃうんですよね。やっぱ前のクリスチャン・ベールのイメージがかなり強いので、いきなりそこでベン・アフレックがバーンってくると、はっっていう風になります。ベン・アフレックファンの人には申し訳ないんですけど、実は僕みたいな意見の人はたくさんいるみたいで、ワーナーブラザーズがこの件を発表した後に9万6000件のツイートがされたんです。9万6000件のツイートがされたうち、ハリウッドレポート紙が調査してみたところ、ツイッターの 71% がなんとベン・アフレックのバットマン役を否定しているんです。ちなみに今回ベン・アフレックをバットマン役に起用した賛成派はたったの 15% だったそうです。残念。しかもワーナーブラザーズがベン・アフレックがバットマン役になりますよっていう発表した後、すぐにお願いだからベン・アフレックをバットマンから外してくださいっていう嘆願が7000件も寄せられたそうです。残念。でもこれは始まる前にいろいろ言ってみても、実際にやってみないと分かんないっていうところはまあありますけど、例えば007だってピアス・ブロスナンからダニエル・クレイグの時だって結構なんでだよっていう意見もあったみたいです。ただ007スカイフォールではダニエル・クレイグ大絶賛されているので、まあやってみてからでしょうかね。ということでバットマン役はクリスチャン・ベールの続投ではなくベン・アフレックに決定です。丸。次は最近何かと話題のバカッターです。今回はバカッターファイル。その9、10、11、12、13、14、全部で6つです。ということでまずバカッターファイル、その9。バカッターファイルその9はまさにバカの一つ覚えとも言える写真です。どうぞ。写真にはこれが流行りのゆずあずきバーダイブっていう風にツイートしてるんですけど、完全にバカッターです。次はバカッターファイルその10です。バカッターファイルその10は道頓堀っていうお好み焼き屋さんで撮られた写真です。どうぞ。写真を見ればわかると思うんですけど、一番奥の男性がお好み焼きのソースとマヨネーズを鼻に突っ込んでいるんです。汚いっすよね。このバカッターの写真のせいで彼らの本名、通学先など全部明らかになりました。自分の本名とか通学先が明らかになっちゃうと退学っていうケースがあるので、今回も多分退学ですかね。道頓堀はこのバカッターのせいで謝罪文を出しています。これ本当に迷惑ですよね。お店に対して。だってお店どうもできないじゃないですか。次はバカッターファイルその11です。バカッターファイルその11はこちらの写真です。これは多分冷蔵庫に入ってみたっていう写真を多分やってみたかったんですかね。冷蔵庫じゃなくて精米機に入ってみたっていう写真をアップしているんですけど、完全にこれバカッターですよね。現在ツイッターでは大炎上していて、この写真をアップしたバカッターは勝手にリツイートしてんじゃねえよなんていう風に言っています。てかツイッターだからリツイートとかね、大丈夫ですか。そもそもリツイートされるの嫌だったらやらなきゃいいのに。てかツイッターやめればいいのに。多分このバカッターはそもそもツイッターがどういう場所かっていうことすら分かっていないんでしょうかね。次はバカッターファイルその12です。バカッターファイルその12はこれまでにあった炎上騒ぎを間違いなく知っているだろうという確信犯の写真です。
バイト先のピザーラとは別の場所のスーパーでいろんな写真を撮ってツイッターにアップしているんですけど、これはもう間違いなく確信犯ですよね。むしろちょっと頭が悪すぎて本気で心配しちゃうぐらいのちょっとバカさ加減なんですけど、このバカッターのせいで現在ピザーラからは謝罪文が掲載されています。多分別の場所のスーパーの謝罪文もすぐに掲載されると思います。ピザーラとスーパー2つの場所でこういうことやってるんです。本当にこれ迷惑ですよね。次はバカッターファイルその13と14一気に紹介していくんですけど、これはもうちょっとまずいっすよ。まずバカッターファイルその13の写真はこちらです。この写真には人身事故なうっていう風にツイートしているんですけど、これはもう罰金ですからね。バカッターファイルその14の写真はこちらです。バカッターファイルその14は北海道警察のパトカーの上に乗っている写真なんですけど、もうこれは完全にもう犯罪レベルですよね。ということで今回はバカッターファイルその9、10、11、12、13、14全部で6つ紹介させていただきました。全員まとめてようこそインターネットの世界へ。今日ちょっとあんまり時間がなくてがっつり話せなかったんですけど、今日皆さんへの質問はこちらです。あなたは最近起こっているバカッターの騒ぎについてどう思いますか？ゆとり教育だからこういうことをやっちゃうっていう人もいるんですけど、僕はそれ全然違うと思うんですよ。そもそもそういう世代を作った人たちはね、上の方ですからね。 LINE と Twitter を一緒の感覚で使ってるからこういうことが起こるんだっていう意見があるんですけど、これはねすごくよくわかります。 LINE だったら拡散機能とかっていうのはないんですけど、 Twitter は拡散できる場所ですからね。ということで皆さんの意見ぜひ聞かせてください。コメントは下でお願いします。今日皆さんに紹介したニュース、できることはすべて下にリンクを載せておきました。その他今日僕が気になったニュース、できることはすいません、ちょっとブログの更新ができなかったのでなしです。ということで今日も最後まで僕の話を聞いてくれてありがとうございます。また明日お会いしましょう。以上ビロガーのアリによるとりあえずじじってみたでした。じゃあまた。